皆さん、こんにちは。今日は皆さんにお礼があります。ようやく私のウェマ YouTube 登録1000人超えました。ありがとうございます。ああ、どうしましたね。2020年6月から YouTube 始めました。スタートしました。実際1000人超えたタイミングは7月の中旬ぐらいかな。その時に1000人超えて、で、タイミングがちょっと合わなくて、今はこのタイミングで発表させていただきました。大体1年と1ヶ月。ぐらいですね。で、私は、まあ、最初の半年ぐらいは月に4、5本ぐらい頑張って出しましたけれども、しばらくしてちょっと3ヶ月ぐらいサボったのかな。3ヶ月ぐらいサボって、その後に月に2、3本ぐらい好きなタイミングで出しましたけれども、まあそんなペースで1年とちょっと1000人登録していただけるファンができたっていうのはすごく嬉しいです。時間かかってても見てくれる人がたくさんいる、コメントを入れてくれる人もたくさんいます。本当にありがとうございます。今日まで、YouTube を上げた数何本だったのかな、ちょっと見たいと思います。あ、今日まで上げた本数が52本でした。あ、50本超えたぐらいに1000人登録になってるのかな。結構上げる内容にもよりますし、で、早くて20本10本で1000人超える周りのお友達もいますし、難しいね。どういった内容を上げればね、1000人超えられるのか、難しい、本当に難しい。そんな中でですね、視聴回数が多いランキングちょっと見ようかなと思います。ナンバーワン、手話を覚えるコツ3つ紹介っていう動画を上げましたけども、これ1万超えてますね。すごいね。ナンバーツー、これはちょっと前に上げましたけども、署名活動のお願いとして皆さんに盲学校と手話の存続が危ないんじゃないかっていう動画を上げせてできました。これは結構シェアが多かったので、関心を持ってる人たちが多かったっていう印象ですね。第1回目の動画です。おー、待って、タイトルがやばい仕事がなくなったっていう動画なんですけども、第1回目はね、一番初めの時ですから、みんな注目で見てくれたと思います。嬉しいですね。ナンバー4、指文字のやり取りを支えてくれたのは手話通訳師の母っていうタイトルで、デプサッカー日本代表候補選手の原口選手とのやりとりがナンバーフォーなんですよ。すごいね。手話通訳師っていう言葉だったり、母っていう存在だったり、引っかかるようなタイトルだったのかもしれませんね。ナンバーファイブとナンバーシックスなんですけれども、Sign with me っていう、Sign with me のスープカフェ。取材をさせてもらった内容ですね。これは美味しかったですし、あと柳さんの
存在だったり、いろいろとお話を聞かせていただいたんですけども、今も仕事の関係で職場から近いので、月に3、4回ぐらいは行って食べてるんですけども、美味しいですよ、本当に。ぜひね、春日店行ってみてください。まあいろんなランキングありますけれども、その下はね、デプサッカーの日本代表選手たちの紹介、インタビュー、いろいろやり取りもね、入ってきています。たくさんの人が見てくれていますけれども、視聴回数で言うと、1000人以上を超えて見てくれるような安定感を増やしていけるように、動画作りもね、頑張りたいと思います。掲載傾向はほとんど手話に関する内容だったり、デフサッカーに関する内容だったり、この2つが大きいかなって思います。今後もね、デフサッカー日本代表選手たちを知ってもらいたいですし、選手たちのファンになってもらえると嬉しいなと思っています。デフサッカー日本代表を応援したい、そんなファンをですね、作れるように、この YouTube を続ける、意味、意義、きっかけになっています。そしてもう一つですけども、私がサインフットボールしながらっていう、協力校の子供たちと一緒にサッカーを活動しています。毎週日曜日、品川区で活動してるんですけども、7月の14日に品川区の方から、連絡がありまして、品川区手話言語条例が制定されたんですよ。その発表があった時にはすごく喜びました。品川区聴覚障害者協会、また品川区の中にある私立の明星学園っていう学校の方の関係者、またその他の関係者も含めて一緒に議論をして、品川区にあった手話言語条例を制定された時は本当に良かったなって思う。私もね、どういう形で進めるべきか、私なりにできることもね、考えていきたいなっていうの思います。で、サインフットボール品川の子どもたちと、また品川区自治体、または品川区の企業さん、または地域の皆さんと一緒に、手話の普及だったり認知だったり、いろいろね、絡むことができるようなスポーツを通じてできることもあると思っています。で、これからもその場所でですね、いろいろと YouTube を通して皆さんに発信できたらいいなって思っています。品川区手話言語条例をしっかり活かされるように頑張っていきます。1回目の YouTube 動画を上げた時に今後の抱負を発表したんですけれども、その時に発表した内容が、上間チャンネル1万人の登録ファンを作れるように引き続き頑張っていきます。ぜひ登録をしてください。またいろんな人にね、見てもらえるように、面白い内容を、また面白い人たちを紹介できるように、私も工夫してですね、いろんな関係者と交渉していきたいなって思います。1万人か、何年かかるんだろうね。まあ私はデフサッカー男子日本代表監督をしてますけども、その時に大きな国際大会、その時の状況だったり、いろいろとね、国際大会の裏側も皆さんにね、紹介できたらいいなって思っています。まあ、無理のない範囲で皆さんに楽しめるような内容を頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。皆さん見ていただきありがとうございます。
いいねとコメントをたくさんお待ちしております。また会いましょう。バイバーイ。